こいつワンターンクリしてきた。とんでもないプレイが出てますよ今。ちょっと待って、ビアでかくね。なんかいや、うわうわうわ、野生のポケモン怖すぎだろ。あ、ちょっと待って、あれ色違いじゃね。来た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 。こいつハーブだったんだ。ハーブだろこれ。ほら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 。何しろってところでしたっけ。ポッくん、あーまた勝負か。こいつだるいんだよな。ポケモン増やしてきてるし。2体モンスター持ってるやつって初めてだけど。あ、ポケモンの交換とかはダメなんだ。はこいつなんだ、ずる。なんかメタ攻撃してくんだけど。はちょっと待って、ちょっと待って。はこいつワンターンキルしてきた。えぐ、こいつヤバすぎだろ。やってきてること、とんでもないプレイが出てますよ今。は強っ。ちょっと待って、俺まともなやついねえ。いやでも技が出れば勝てるな。勝ったわ。だって出るから。おい、ルクシオワンターンキルされたせいで経験値入ってねえぞ。ふざけんなマジで。また雰囲気変わったな。グレンの湿地、毒を使うポケモンなどがいる。だるそう。毒って何に弱いんだっけ。地面エスパー早いな、出てくんの。あ、ちょっと待って、こいつビーダルが地ならし使えるわ。ほなビーダルでええか。でもビーダル育てんのなんか尺だな。ちょっと待って、なんか俺が見たことないポケモンいる。天才テレビくんみたいなポケモンいる。はっ、ちょっと待って、ビーダルでかくね。この俺のビーダルでかい。あ、そして弱い。はっ、マスキッパ硬い。はっ、ビーダル弱い。そして弱いポケモンはいらない。あー、こいつ捕まえたいな。ちょっとモンスターボール何回か投げてダメそうだったら、しびれが治った頃に催眠術かけるか。おっ、イージーゲーム。やべえ、くせえ、瀕死になったわ。うわっ、やべえやついる。あいつの弱点なんだ。炎、オッケー、任せろ。あいつ殺、こいつ殺すわ俺。おれ、レベルいくつだ。45。おし、戦いがいがあるじゃねえか。博士すぎ。ちょっと待って、えぐ。いや、いける。原子の力、オッケー、終わった。飛行もいけるよな。いや、まだいける、まだいける、まだ諦めるな。強い、避けろ避けろ避けろ。オッケー、やけどで死ね。燃えろ、死ね。オッケー。あ、カバルドンいるやん。カバルドン、いや、うわうわうわ。野生のポケモン怖すぎだろ。大人にうまくごまかされてやりやすいゲームに今までなってたけど、その実恐怖のゲームだった。悪魔のゲームだ。あいつ人絶対食ったことあるだろ。絶対人食ったことあるって。スカンプいっぱいいるな。重っ。え、ちょっと待って。おい、この草にも隠れる判定があるぞ。俺の足元の。メタ技を発見した。しかもさ、こいつ枠からさ、ずっとここで待機しとけばさ、無限にこのスカンプ乱獲できるんじゃないか。あれ、わかんない、動かないとダメなのかな。いや無理か、さすがにそこまで甘くなかった。あ、ちょっと待って、進化系いるやん。
だるい。あ、ちょっと待って、あれ色違いじゃね。来た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 。あ、どうもです。やばい、ちょっと待って見て、ちょっと待って、ちょっと待って、後ろにいるイワークもクソ気になる。でこの間にこっちに移動してインブッシュ起きたー。いいね。俺ポケモンで色違い自力で捕まえたの人生で初めてかもしれない。初めてがスカンクか。金玉やもんな、顔が完全に。いい色やね、でもね、色は。もう完全にさ、だってさ、いやどう見ても金、まあいいか。いやーでもね、もうボスはね、完全に俺なんかポケモンで弱らせるみたいな話あったんだけど、ポケモンで弱らせなくても俺の体一つで沈められることがあったから、沈めます、俺沈めます。わぎー、ああこれ、あこれ普通に戦闘なんだ今回は。あ、避けるんじゃないんだ。あ、これまずいです。オッケー、これまずいです。は、お連続攻撃やめろよ、えぐいって。地ならしだったらムクマとか食らわんやろ。オッケー。え、宝掘りができるようになった。へえ、でけえ。あ、こっち側か。微調整が難しいな。あ、来た。古いポエム9、ゴミやんけ。あー、でもガチグマ遅いな。ガチでやばいっす、かなりガチグマ今。やばいやばい、死ぬ。何してんのこいつ、アホかよ。立派なキノコを調べたい。ふーん、混合団の陶芸クイーン、ドレディア。なんだ、なんか森キングだの陶芸クイーンだの、なんかいろんな団が出てきて正直頭の中で把握しきれてない。何団があるのか。あ、ちょっと地下あったんだ。こうミシュランガイドの三つ星店、懐かしきハーブの香り。ん、ちょっと待って、青い鶴状のハーブをつけたポケモン。青い鶴状、ちょっと待って、ハーブ、青い鶴状ではある。ちょっと選んでみるか。青い鶴がもじゃもじゃ、でも懐かしい香り、故郷のハーブ。マジかよ、こいつハーブだったんだ。ハーブだろこれ。ハーブとして鶴はちょっとだけ分けてもらえない、ひどっ。だってあれがついてるからモンジャラって名前なんじゃねえの。ジャラになっちゃうじゃん。ワンパンチもいくか。うわー、つえー。ルクシオか。おや、ルクシオの様子が。演出は好きなんだけどな。タカタタンタタン、2回目やな、レントラー使うんも。うわっ、
これとかもうレンドラーの出番でしかないだろこれ。え、冬じゃねえの今の。ドンカラスパッケーはマジ好き。え、ちょっと待ってよ、レベル55。 OK、 逃げましょう。準備万端ってことよな。まあなんか全然もうパーティーぐちゃぐちゃだけど、まあ準備万端ってことにしとこう。攻撃員ドレディア、舞姫のごとく絶え間なく動く。ポケモンの入ったボールの投げ、強さを見せる。ああはい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 。いやでもそんなの関係ないね。俺はポケモンの力を使わずに勝つ。え、きっしょ。やばい、ちょっと待って、強い。弱いわ。やばい、3回目。あぶね。あ、やばい、いろんなパターンあるしてきた。いや、しょうがない、ポケモン出すか。いやでもこいつ絶対草っぽいぞ。水ダメっぽいぞ多分。どうか見た、やる気なくなった。逃げます。なんだ、音で回避余裕でしたって言おうと思ったら、え、誰にしようかな。まあスカタンクとかかな。あ、効果抜群やん。力技で殺してやろう。弱え。オラ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 。何？負荷早い。聞いてる。なんか野菜の盛り合わせみたいな色合いしてるな。ネギとかさ、ミョウガとかさ、なんかその辺がマジで混ざってる感じする足が完全にミョウガやね。デイデイって言ってるし、そんな鳴き声なんだ。なんかキュインキュインとかじゃないんだ。デイデイなんや。デデデイデイデイ